食マンデー、です、本日はですね、この前取材させていただいた、山田陽子さんが、無事ご出産なされたということで、駆けつけました。高齢出産もありですね、そしてご病気もありということで、大変なご出産だったかと思うんですが、山田さんお元気なのでしょうか。また、お子さんは、元気なのでしょうか。どんな子なんでしょうか。すごい楽しみです。今ですね、連絡が入りまして、今おっぱいを欲しがってるみたいなので、お子さんちょっとおっぱいあげてから、授乳してから、出てくるということでございます。早速大変そうですね。おっぱいを飲んでるかな。いらっしゃったかな。違うな。おっぱいあげてからですね、出ますと言われた。あら、もう20分以上経ってますね。なんかあったかな。赤ちゃんのおっぱいといえば20分ぐらい平気でかかるんですかね。2、30分ね。かかるのかしら。まあやっぱハイリスクの中でね、ご出産されてるから、お子さんがお元気だといいんですけど、ね、ちょっとまだ何も知らずに来ちゃってますけども、お子さんお元気なんでしょうか。山田さん出てこないです。ちょっと心配になってきちゃいました。電話してみようかな。ちょっと本当に心配になってきました。もう40分ぐらい経ちます。ちょっと電話してみようかなと思ってます。さすがに安否が気になり電話をしようとしたその時、あら、いらっしゃったかな。あれかな、あれかな、いらっしゃったかもしれないですね。ぽいな。いらっしゃったかもしれないです、ね。いらっしゃったかもしれないです。はい、あ、いらっしゃいました。いらっしゃいました。おめでとうございます。すいません、遅くなりました。あ、とんでもない。遅くなりました。すいません。出てきた。よかったですね。ご紹介いただいてもいいですか。桜って書いて、はい、相川翔さんの翔、飛ぶって書いて、音。音、はい。音ちゃんです。第5指名。女の子。希望であった自然分娩ではなく帝王切開にはなってしまいましたが、 3096g の元気な女の子を無事に出産、おめでとうございます。やっぱあれですね、生まれた時って実はお父さんに対して見てますうちの子もそうだったんですけど、女の子もでも今全然違いますから。うん、女の子って最初お父さんいるんですかね。どちらかというと似てますかね。良かったです。あ、すごいですね、お荷物。荷物ね。だってもう2ヶ月近くですかね。はい、まあ、まあ入院してたから。無事生まれたんでしょうとも先生に言われて、はい、でもね、もうすっごい辛かったけど、あ、いいですか、どちらでしょう、ね、ちょっと寒いから、はい、すいません、おめでとうございます。ありがとうございます。辛かった。辛かったですか。帝王切開めちゃくちゃ痛かったです。いやー、そうでしょうね。後がとりあえずもう年だよ、言いたくないけど、ええ、41の双子の時より私はきつかったです、はいはい。今ハイリスクの中の入院と出産でしたけど、はい、結果もう全部ご無事ということで。まあまあ そ,、うん、そうですね、まあ念のために、はい、もう次はダメって言ったら、うん、まあ大子さんだったらじゃあいいかなって言そうなんですね。ご主人いかがですか。次も
どうなる何人目まで行くのいや男の子欲しいですね。あ、男の子欲しいですか。めちゃくちゃ辛かったのに、はい、なんか、まあ、1週間産んで1週間経つと、なんかあの時のことが忘れちゃうんですよね。よく言いません、出産の時はきつかったけど、なんか喉ぼと的な感じですか。喉ぼとすぎればじゃないけど、なんだこれ記憶からなくなっちゃうというか。ただ私今回の帝王切開で全部 見てたんですよ。あのライトで、はい、自分のお腹が切られるところから出て、その後の縫う瞬間、全部、そういうのなんか見れるんですか。なんかあのね、ライトの、はい、パッて上向いてライトあるじゃないですか、よく手術室の、はいはい、そこのあれで反射して、はい、反射とかもうあれ鏡ですよね、がっつり見えるんですよ。なんかできることないかなと思った時に、はい、あ、自分の記憶の中に、はい、この帝王切開の音が出てくる瞬間を全部脳に焼き付けておこうと思って、はい、もうその時にはお腹開いてたんですけど、はい、ちょうどそれで、まあ、あの膜が出てきて、はい、音ちゃんの顔、頭が見えて、はい、水膜をこう切ってる瞬間かも全部見て、うん、で音をこう首を持ってこう出す瞬間に、あれ私のお腹こんな切られてガバッと開いて、赤ちゃん出てきてるのに今痛くないなって思ったら、なんかエイリアンを思い出しちゃってエイリアンあったじゃないですか映画、はい、まさしくそれだと思って、で自分の子宮の大きさから全部見ましたね。それってな、経験できないですね、全身麻酔じゃなくて局部麻酔ってことですか。そうですね。大体抜かせてくださいって言ってたんですよ、あの産み終わったら、はい、もう私ちょっとあの今回違う別の縫うところもあったんで、はい、帝王切開とは別にちょっと手術があったから、はい、もう寝かせてくださいって言ってるのに寝れないんですよね、はい、で、すいません寝かしてもらえますかって言ったら、もうそのお薬入ってますとか言われて、はい、要は入ってんのに聞いてなかったっていう。じゃあもう全部もう見るしかないやと。あ、本当は寝、本当は眠る予定だったんですか。全然入ってるのに、私のアドレナリンが勝ったのか何なのか、はい、すみません寝かしてもらえますかって言ったのに、いやもうそのお薬入ってますけど、ね、寝れないですかって言われて寝れないです。うん、でも続行したわけですね、寝れなくても。続行したからもう全部見ようと思って、赤ちゃんを出してたね。5人目にして初めてですか。双子の時もちょっと見えてたんですけど、少しあの角度が、はい、少ししか見れなくて、はい、で角度も良くなかったんで全部は双子の時には見てないんですけど、で途中でちょっとうとうとって感じで目つぶったんですよね、はい、ただ今回はうとうともせずだったんで、はい、じゃあ見ようかな。自分のお腹から子宮をパパッと出されて、その子宮を縫ってて、その子宮をまた戻すっていうことまで見ました。一回お腹の外に出るわけですか、子宮って。なんかね、バスケットボールの小さい版みたいな感じの赤いの出してます、ね。そうだから、って私も思って、なんか不思議だったんですよね。でも痛いとかはないから、その時はもちろん、はい、ぐるぐるぐいぐいってこう引っ張られるか出る感はあるんですよ、はい、で何を出そうと思って、赤ちゃん出したのに、あ、もちろん赤ちゃんを出す瞬間もぐいぐいってこう引っ張られてる感は、はい、その子宮をまた縫うのに出す瞬間もぐりぐりってさ、はい、で今度入れるのがなんかすごく手こずってて、はいはい、あ、泣いてる。お腹をこうグイッとこう手でやって入れてましたね。こんな結構グイグイで入れるんだと思って。うわ、ウトちゃん頭から出てきました。お尻どこから出てきました。頭から、頭がこう薄い皮で葉膜で見えて、はい、そこをスーッてちょっと切って、で頭がキュッと出てきたら、はい、2人女の人、まあ、私にとってスーパードクターなんですけど、はい、女性が2人いて、1人がこう頭をも掴んで、はい、頭を揺らしながら出すみたいな感じです。
じゃあ音ちゃんがもう本当にいやもうあれなんかビデオに残しておきたかったですね。私の脳の中には残ってるんですけど。そうですね。それってあんまない経験というか、でもあの、まあ、見る人がいないですよね。旦那さんそれ見たらどう？ね、いや読みやんからそんな。意識あんのにそんなすごいね。すごいでしょ、うん、だから不思議な感じだった、うん、男性はちょっともうわかん想像つかないですね正直でも私はもう何回も経験したいですね。おい、すっごい感動ですよ。あの なんだろう、人生の中で一番感動することかな、出産が。そうなんですね。だからなんか今コロナでさ大変とか言ってるかもしれないけど、そのそれで子供も本当に減っているんですよね。ああでも絶対なんか乗り越えられると思うから、うん、パートナーがいて、うん、お互いにこう、ね、旦那さんも手助けちゃんとしてあげてっていう状態に持っていけば絶対に、うん、まあ、コロナで今こんな大変な時期でも乗り越えられると思うから、ぜひ子供は作ってもらう、うん、たいなと思いますね、うん、めちゃくちゃ本当感動するし、何人いてもいいって感じですよ、うん、なんか本当多分子供は超好きなんでしょうね、うん、可愛くてしょうがないですね。まあ本当4人の子供たちも頑張ったと思いますね、はい、すごい、うん、待ってんのね、ママを、ママがいないのおとちゃんまだっつって、うん、もうお子さんたちは会われたんですか、おとちゃん。会ってないですよ、夕方ですね、ま、今日夕方なんですよ。いや初めてですか今日、初めて。そうへぇ、嬉しいね、嬉しいよ。赤い、これ赤いから赤ちゃんつんですよね。あ、そうか、そうですね、って言いません、確か。何グラムで？3096。3096、わー、いっぱい。3000ってやっぱりいいですね。3000あるとね、もう全然育つのよ。中井さん、あ、僕階段で、いやいや、乗れます。かわいい。緊急事態宣言下なので、新生児のいる自宅に上がるのはちょっと危ないのでご辞退しまして、じゃあ後ほどまた、はい、すいません、はい、すいません、おめでとうございます、はい、また後で、はい、ありがとうございます。兄弟の初対面だけは取らせてもらうことになり、一時退却。はい、お久しぶり、元気？ケント君だな。誰？ケント君。この前撮影したお兄さん。何と君だっけ？ヒロト。あ、ヒロト君。プテがヒロト。で、コト。で、オート。コト。コト、オート。コパパ、何歳？え？何歳？何歳？46
く。じゃあパパよりでかいじゃん。ママより。ママより2個上。ママ4、ママ4、何入ってる。お腹ね、出てるだけなの、ごめんね。入ってるわけじゃないで。あ、ごめんごめん。はい。あった？それは何か見つけてる。あ、コト、開けて。わー、ちっちゃ。ねえ、バイキンじゃないの？お手伝いはバイキンだよ。え、ちょっと？ママ好き。さあ、よく頑張ったね。ちょっとこっちにやる。ベビーカー。だっこね、こっちミルク。ミルクは、じゃあ後であげてくれる？ちょっと、ね、嬉しいの。今日からお姉さんだから。あ、すごいね。バイキンマンついてな。あ、お兄さん、ほらお父さん来た。お父さん手洗ってきたの。お、えらい。さあ、どこへ。鼻つっちゃう。あ、ちょっと冷たいって。お父ちゃん、お手で後でいっぱい触っていいよ。お手洗うの。あ、消毒の匂いもする。ちゃんとしたの。すごい。だっこ、だっこもいいよ。コタ、いいよ。じゃあ重たいか、ケンちゃん。いや、重たいかじゃないんだよ、ケンちゃん。まだね、首がね、うん、こう立たないんだよ。こういう風になっちゃう。赤ちゃんだから。そう、でも全然まださっき出てきたんだよ、お腹の中から。お家で。お家じゃないでしょ、病院で。お腹、おっちゃん、あらららららら、おっちゃん、おい、ヤマちゃん、アルト見て。うわ、あら、あった、あった、おっちゃん、ヤマちゃん、うちはお兄さんだ。今日から5人兄弟になります。ヤマタは一番お兄さん、頑張って。頑張る。お、兄弟喧嘩ダメね。うん、仲良くしてください。はい。もうすぐ増えたよ。うん、嬉しい。抱ける？ただ首グラングランよ。ちっちゃな顔から言うとせ。ケンちゃん、はい、ケンちゃん。ほら、泣いた。ホテルの？どう気をつけてるの？どうか、朝だ。どう？かわいい。重くない？いいよ。あんた、手洗った？お父ちゃん、お父ちゃん、よかった、ここまで喜んでくれんなら。どうですか、ケント君。嬉しい。嬉しい。生まれてくれて、生まれてくれて嬉しい。嬉しい。そう、ケン。そんなにいらっしゃるの？ケント君。お、ワンワンだな。行くぞ、首グラグラしていくぞ。話せよ、ママ。怖い。いや、ヤマトいけんだ。ヤマトいける。離した。めっちゃ重い。落とすなよ。3キロ。3キロ？いいね。なんかヤマトすごいお兄さんになってるな。コトも、ね、やりたい。ね、コトみたいにうるさくない？わかんない。大きくなったら。うん、コトちゃん。暴れるかもしれない。あら、女の子のあれだな。お人形さんじゃないからね。はい、ヒロくん。今日5時半に来たから、今日ヒロくん。かわいい。ひーちゃん、ほら、せっかくだから。うそー。うまい。だけしかも、だっかだか一番下手くそかもしれない。うまい。うまい。じゃあ次、ケンちゃんだ。ケンちゃんも、で、つわさちゃんみたい。つわさちゃん。で、いいよ、話してて。取り合いですね。首がね、ケンちゃん、これじゃ、ほら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 。カレーちゃんみたい。首がつぶっちゃうな。ってことは、そうだね。カレーちゃん。話した。話したよ。ダメよ、としたら終わりだからね。生まれてばっかりだから。そうだよ。ママの中、あの大きな。せっかく。
大きなお腹の中にこの子が入ってました。ねえ、どうですお父さん。はい、あんな喜んでくれて思わんかったからすごい嬉しい。取り合いでしたね。ねえ、おとちゃんね。これからじゃあおとちゃん争奪戦が始まりますね。やっぱりもう一人産まないとダメですよ。そこへ来るな。もう一人行きますか。ねえ、行きたいね。まあ、コロナ44歳でも出産をしてみようって思ったんですけど、まさかこの大切な我が子たちがこんなに喜んでくれるとはちょっと想像もしなかったんで、なおさらリスクを負ってでも、このコロナ禍でも、コロナの中でもこう産んで、痛い思いをしてでも産んでよかったなって改めて本当に良かったなと思います。子供たちも産んだわけ。いや、だってね、あんな取り合いになっちゃって本当良かったですね。子供たちの笑顔がパワーになる。じゃあ、新たな5人目のパワー。そうですね、もっともっと強くなっちゃうかも。歯の強さ、優しさ、そして家族の笑顔の大切さを教えていただきました。山田陽子さん大家族、本当にありがとうございました。次回の密着ワンデーは、足が出なくて、はい、ほとんど片方のバツバツが、はい、話せない感じ。TBS の花形キャスターだった松富香織さん、駐イスラエル日本大使夫人、駐ポーランド日本大使夫人を歴任し帰国、現在ごめんなさい、今出しました。歩行困難の謎の病に、すっごい深刻な、うつ病になったんですね。病気の原因はキャスター時代からの激務と苦悩。スタッフも気づかれたらダメ。次はそのキャスターなんてありえないじゃないですか。完全に PTSD ですって言われた。体調不良をして向かった先は、彼女の思いが詰まった謎の一室。なるほどですね。日本大使夫人でしかわからない秘話も続々。密着ワンデー、登録してぜひご覧ください。